元気よ。元気だよ。お久しぶりの配信。こんばんは。ちょっとじゃあ待ちますか。こんばんは。こんばんは。最速。こんばんは。話できちゃった。こんばんは。元気です。元気だよ。元気だよ。元気そうで。ありがとうございます。元気です。もう、すっかり元気なので。はい。髪の毛ありがとう。可愛いって言ってもらって。ありがとう。はい。はい。頑張って。なんで、なんかわかんないけど、応援してってあったから。頑張って。うん、体調頑張っ、だ、もう体調大丈夫です。はい。髪の毛かわちありがとう。ありがち。今日寒いね。確かに寒いね。昨日東京で雪降ったからね。初雪ですよ、初雪。だいたいやっぱりね、2月にかけて寒くないですか、一番。ね、ありがとう。かわいい。ありがとう。こんばんは。ニットありがとう。かわいい。今日パパの誕生日おめでとう、パパ。ああ、誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。はい。1月2日僕誕生日なんですけど。無事にね、誕生日を迎えまして、また新しい年を重ねました。はい、ありがち。はい。テンション、初雪一切見れてないです。仕事でね、室内だったので、パッと仕事終わって外出たらもう何も跡形もなく、はい。何もなかったです。はい。誕生日ありがとうございます。本当、おめでとうって言っていただいて。1月誕生日の人、1月誕生日の人、いるかな。成人式もあってね、成人した新成人の皆様、本当におめでとうございますね。おめでとう。メンバーからね、タンプレもね、実はもうね、もらったんですよ。それこそ2桁のね、みんなからって言って、プレゼントいただいて、毎日バッグっていうのかな、手提げっていうのかな、そのもらって毎日今それで仕事は行ってますね。はい。ケーキ食べました。それこそお祝いしてくれて、その時にケーキももらったものはね、ちょっとじゃあこの後っていうか、まあ、近々インスタにあげますわね。インスタにあげるから見てください。いや、もう嬉しくてめちゃくちゃ。なんかやっぱね、意外とちゃんと見てんのよ、周りの。それこそ俺らメンバーが身につけてるものとか、どういうブランドをこう身にまとってるとか、好きなのかとかっていうのをちゃんと見てるからさ、すごいなんか自分のね、こう好きな、こうなんていうんだろう、趣味趣向に合わせて考えてくれただろうなっていうお誕生日プレゼントもらいました。一桁はね、もらってないな。もらってないな。おかしいな。おかしいな。もらってないな。もらってないですね。連絡は来ましたよ。連絡来た。来ましたよって、なんかすごいなんか、丁寧語になっちゃう。連絡来て、メンバーから、まあ、二人覗いてかな。二人覗いて全員から来ました。はい。二人覗いて。大体ね、わかるでしょ。もう、二人、連絡しなそうな二人は大体わかるでしょ。ね。当ててください、逆に。誕生日連絡、あ、ね。してる。会話してくれたんで、はい。会話してくれてるんで、はい。二人、行動してくれなかった。あぁ大体ね、お疲れ。そう。じゃあね。はい。二人ほど。してくれなかったかな。まあまあ、でも別にいつものことなんで。あ、すごい、もう当ててる人いる。怖いね。二人覗いたらもういいんだから。はい。そうだからね。まあ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 、わかりやすいね、ほんとね。すごいね、はい。でも逆にごめんなさい、逆にどっちかっていうと、その自分が体調を、その年末壊しちゃったじゃないですか。まあ、その時に
その体調壊した時にみんなから連絡が来ましたよ。すごいこうなんて言うんだろう、気負いしすぎないようにというか、なんかすごい、それこそアロハとかハルとかそのシュウヤとかそのマサヒロとかはみんなこうユキくんの分までかましてきますみたいなくれたり、普通にこう一桁のオリメンのみんなはこう逆にこう体大丈夫っていう、そのどっちかっていうとこう精神的なところの気遣いをいただいたりして、すごい嬉しかったですね本当に、はい。アロハくんユキくんの T シャツ着てます。そうアロハが着てくれたから、モモクロ見ました、歌合戦皆さん見てくれましたか。もうかましてくれてましたよみんなね。俺もずっと見ながら、あここに本当はいたんだけどな自分って思いながら、あっつって、でもちょっと笑っちゃいましたね。やっぱアロハの瞬間なんかしてきそうだなとは自分の中で予感はしてたんだけど、全部自分こうもともとあったこうプランというか、もともとこう本当は自分がこう最初に破く人なんで、もともとはね、だから自分が最初にこう、最初はかのこさんだったんですけど、かのこちゃんのあご結婚おめでとうございますあのやる予定だったんですけど、そのねちょっと僕はいなかったんで、りょうがね逆にやってくれてたりとか、それこそメンバーそれぞれにねこう誰がどうやるっていうのをね話しながらね考えてたから、どうなんのかなと思ったら、まさかのね俺もいるっていう、ステージの上に俺もいるっていう、すごい嬉しさをね感じました本当に。だからめちゃくちゃなんかなんて言うんだろう、熱い気持ちで見てましたステージね。そう飛ぶのもそう、量そう飛ぶの量がやるんだと思って、意外とね身体能力高いのずっと高いというか、本当に運動神経はやっぱ良かったイメージがずっとあるんで、僕は量が隠してるなっていうか、ここぞっていう時にねやるなっていう感じましたね。そう嬉しかったです本当に。そう川上さんもいましたね、はい、あれはもう絶対やりたかったものだったんですごい。でもねそう僕のせいできっと、多分僕のせいなんですよ確実に。そのやっぱ急遽変わったじゃないですか、人がやることだったりで、やっぱ生放送っていうか生なんで、そういったところではねやっぱりこう急遽の対応を多分スタッフの皆さんもしてくださった中で、本当申し訳ないなと思いながらも、はい、簡単に DM 読みましたよ、はい、いや本当に次は絶対9人で出たいなって本当に思います、はい、いや本当に絶対出たいなって、新しいだからもしかしたらシングルだったりさ、こうアルバムだったりとか、いろんなこうもしかしたら今後ねまた新しいリリースものがあった時にはなんかぜひ急にで出れたらいいなと思ってるので、頑張りたいなと思います、はい、リベンジしましょう、はい。アリツアーのパリメ、あ本当ね気持ちよかったですみんなの歓声が、はい。やっぱ年末ねそのパーティーメーカーって曲もねすごい合うなと思って、この今の超特急だったり、まあ、来年に、まあ、今年ですけど2023年から4年だよねにかけてやってやるぞっていうか、俺らぶちかますぞっていう、俺たちがまあ八王子のみんなに、ファンの皆さんに、この世の中に、まあ、パーティーメーカーっていう言い方をしてますけど、本当にそのエンタメというか超特急のオリジナルのこの勢いというかパフォーマンスというかをぶちかましてやる、年にしてやるっていう気持ちで最後にダブルアンコールでやらせていただきましたけど、はい、いやあんな歓声来るんだって思ってびっくりした。多分知らない、これ見てる方もさ多分新規8号車になりましたとか、最近超特急を知りましたみたいな人もたくさんいると思うんですけど、そんな方にも刺さってくれてたら嬉しいなとすごい思いますね。いやめっちゃもうあの歓声はね本当忘れられないですね、めっちゃすごかったね。いや本当に世の中に超特急広ありがとう、本当今日あれだよね、それこそオーブさんのライブだと思うんですけど、ヤスポンがねすごいそれこそお祝いしてくれて、誕生日をサプライズですごい嬉しかった本当に。
で、なんか本当に工場特急のことを昔からね見てるから、そのすごいなんて言うんだろう、ずっとこうなんか僕なんか申し訳ない、申し訳ないっていうかこうあれなんだけど、すごいこう僕ごときに対してもめちゃくちゃこう昔から推してるっていう風に言ってくれて、すごい嬉しかったですね。はい、本当にそんなそんなと思いながら、本当にずっと見てきてくれてるから、そう本当に嬉しかったですね。はい、発情者めっちゃ楽しかった本当。そうありがとう本当に。はじご、あそう発情者したよって人見てくれてる、もしかしてこの中にね。あ最新の曲はねちょっと楽しみにしててよ、絶対出るから。まあまあまあ首を長くしててよ。ちょっと急って芸能界の人なんそれ、人たらしって書いてたの。ちょっとそうだよ、もう誕生日だからね。そう春がゆきくんのサイン書いてた、そうね書いてた。本当はありがたい、ありがた、まあ迷惑ではないけど、うん。書けるの本当に。発情者できなかった次絶対乗車、あぜひ。今回乗車できなかったというか年末乗車できなかった人は今年もうツアー決まってますんで、4月からかな始まるツアーがあるんで、レールイズビューティフル、ぜひともご乗車お待ちしてますけど、入れるかなわかんないけど、ぜひともご乗車お待ちします、はい、なかなか乗車できない、いやーいや、ぜひともね本当にね来てほしいな。初乗車ありがとう。 TikTok いつもだ、あありがとう。 TikTok 見てくれてる人もいるの、ありがとうね。ツアー当たるか不安、ほんとね。そうだよね、ホルツの倍率えぐ、わかんないけど、でもなんか当たって。祈っとく、今これ見てくれてる人にみんな、もしツアー遊びに行くよっていう人がいたらね。あ横浜で初乗車ありがとう本当に。ゆうきくん今月のお年だ、あお正月はめいこちゃんに会えた、あ会えた、あのね、LINE 通話、ビデオ通話も家族でしたし、それこそライブ東京で会った時見に来てくれても、うん、どんどん大きくなるのよ、めいっ子。僕3人いるんですけど、めいっ子が、あの姉2人いるんで、もうねいつの間にかこんなだったのが、もう今もうおしゃれして中学生になるっつって、もうみたいな、びっくりしちゃったよ、大きくなって本当に身長もね、びっくりしました。徳島のね、はい、一番上が徳島のめいっ子の子なんですけど、はい、びっくりしましたね。本当にありがとう。ちょっと待って、ね、北海道でなかなか行けない、今回は子供成長すごいすごいよ、本当早い。今年の目標は親子で初乗車、ぜひ。おじさんなんです、もう結構前からおじさんなんです実は、はい。おじさんって言われないけどね、おじさんって言わないでって思ってる。まあでもいつか言われるんだろうな。ゆきくんのみっこちゃん可愛いんだろうな、上のお姉さん娘の、もうそんなもんか。お年玉、お年玉あげたよ、ちゃんとちゃんとあげました。家族に、はい、めいっこに、はい、この4何これ、お20歳になった、おめでとう、おめでとう。ゆうきって呼ばれてるよ、あのめいっ子のゆうき、ゆうきって言うんで呼び捨てだった気がするな、うん。ゆうき、めいっ子ちゃんにはゆうきって呼ばれてます。ゆうきかゆうき、どっちか忘れちゃった、はい。なんでお年玉欲しいって言ってんのは、おい。なんでやねん、逆に呼び捨てだと思う、うん。もう14、今月でおめでとう、1月意外という。昨日結婚式、おめでとう、エール流れたかな、エール。今バイトの休憩中、おお疲れ。まああんまりおじさんって呼ばないよな。そうね、呼んでほしくないよ、うん。ゆきくんもそう言われたらそうなってきちゃうこともあるかもしれないからね、言霊ってあるからね。ほんとありがとう、手書きでって、ああ嬉しい、恥ずかしいわ、はい。早く乗車したい、おお二十歳になりたい、あーまだ16歳、勉強頑張ってね、ね、すぐなるよ、ほんとあっという間だから20代。お年玉差し上げたい、もらいたい、うん、お年玉、うん、お年玉。はい、今月誕生日、タンプレちょうだい、おーい、おこがましいな、はいはい。わかんない、ごめん、なんかごめん、
タンプレです今のが。はい、コロナ中でも明日もまだ仕事ダメって言われた。あ、そうだね、コロナ今流行ってるからね、気をつけてねみんな本当に。7月で二十歳、もうすぐだ、もうすぐじゃないけど、まあ、今年中だね。うん。明日誕生日おめでとう。え、ゆきくん目が素敵、ありがとう。来月誕生日だよ。おめでとう。2月バレンタインデーあるね。建築士になる夢をいつか、じゃあ僕の夢、あの家も建ててくださいね。はい。ゆきくんなんか若かっても、そんなの嬉しい、ありがとう。丸いでメッセージカードが、ありがとう、そう、丸いでね、あの、生誕、誕生日のね、やってくれてるので、ぜひともね、丸い、近い方は、ぜひ行ってみてください。はい。うん、なんか11月誕生日、なんかとりあえず誕生日を、それこそみんなあるよ、そりゃ。何月誕生日って。1月でとりあえず、締めようよ。11月ってめちゃくちゃもう先だから、一応。ね、もう本当に、おめでとうでも、はい。うん、早いけど。生誕グッズ早く届いてほしいね。ほんと、生誕グッズっていうの出したんですよ。まあ、もう、終わっちゃったんですけど。ね、ほんと、はい。それぞれね、超特急ね、メンバーが誕生日の時に生誕グッズ出してるんで、なんかもし気になった子がいたら、推し見つけたら、なんか、ね、チェックしてみてください。はい。いいのよ。写真集出してね、そんな、需要がね、まだそんなないんで、はい。写真集に関してはね、いつかね、出したいですけどね。はい。もっとちょっと自分磨きして、はい。しじく丸いに、ゆきくんのメッセージか、ああ、ありがとう、書いてくれくれたの。あ、ゆきくんコメント読むの上手、ありがとう、ほんとね、元旦誕生日おめでとう。その次の日俺だ、誕生日。もうバトンタッチしてるね、こう。ねえ、ほんと、いえ。ねえ、ほんと、辰年ですからね、今ね。ほんと、上り竜ですよ。ねえ、ほんと、上り竜。ちょっと急カレンダー出してほしいね、ほんとね。最近元気にドジしてますか？さっきね、なんか思いっきりね、手ぶつけてね、びっくりしたよね。ちょっと、ファグって触れてたんですけど。ねえ、ほんと、怖いよね。ほんと。もろ、忙しい。忙しいね、ほんと。ポンパ、生誕の時のね、髪型がポンパ、俺ポンパっていうの知らなかったんですけど、髪の毛をこう、グッて。おでこ出してる感じなんで、ポンパっていうらしいんです。皆さん知ってるかな？俺もちょっと初めて知ったんですけど、ポンパがすごい好評だったので、またどっかでやってみたいなと思います。はい。エビダンの番組、ハオー。そう、見てくれました。だんだんエビダン。見てくれましたか？だんだんエビダンって言ってるんですけど。見てくれました？ねえ、ほんと。めちゃくちゃ毎回ね、収録、いると楽しいっす。ほんとに。なんかね、すごいのよ。みんなもう本当に、血気盛んに、ほんと。いるだけで楽しいっていうね。はい。なんでそんな、あ、ごめん、早口になっちゃうの。こう全部処理しようと思うと早口になっちゃって、ごめんね。見てないよって、見てよ見てないよじゃなくて、見てよ見ろよなんなら。見ろ。せいや、そ、エビ、そ、ソイヤとせいやかけてね、ほんとバディーズのせいやなんですけど。ね、ほんとに。面白かった。若い子たちがグイグイ来て、そうね、そうだよ。いや、ゆうきさん芸人さんみたいだって、俺そんな芸人さんっぽい立ち振る舞いしました。した覚えないんだけどな、おかしいな。見てないよ、じゃなくて、見ろよ。見れますから、見れるアプリ教えて、見れるアプリ。見れるのよ。普通に、アプリで。見れるよね、そう。わちゃわちゃしてた。コメントでちょうだい。コメントでちょうだい、早く。コメントでちょうだい。見るコンテンツ。そう、TVer でも入れますから。はい。TVer でも入れます。はい。ぜひ。YouTube にも分かってるの？それはいいやつ？ダメなやつ？わかんないけど。はい。Unext でも見れます。はい。Unext でも見てください。ぜひとも。ね。そう。TVer というね、ありがとう。ほんと。神。ほんと。みんな、神。はい。そう。Unext でも見れるんで、ぜひとも見てください。YouTube でも見れるの本当に。おい。公式さんが上げてる。じゃあ大丈夫なやつ。はい。じゃあ大丈夫なやつです。違法じゃないです。はい。だからぜひ、もうガンガン見てください。はい。公式で出てるんで。ありがとう。ありがとう。助かります。うん、じゃあ大丈夫だね。うん。だんだん見たら本当にね、毎回、マジでね、ちょっと、その回だけしかない特別な本当に内容になってるし、バラエティーなんで。それこそアイスリエネルとかね、まだね、こう、デビューしたての子たち、まだ15とか14歳がいるグループの子たちなんですけど、ほんとその新鮮なリアクションというか、も可愛いし、ね、なんか本当に、あ、すごい、
初々しさもあったりするんで、ぜひとも初々しさと、まあちょっと、まあ僕たち小特急はもう十何年もやってるので、そのミルクとかね、まあそこら辺の子たちのこのギャップというか、ちょっとそこら辺ぜひ見てもらえたらね。えこれレイアップ僕多分できないっす。レイアップは多分そんな、まあの、すごかった。だからね、本当にね、レイアップシュートってバスケであるんですけど、下からこうクッてやるやつね、僕多分できないと思う、うん、練習すればできるけど一発じゃできないと思う。あのプレッシャーにも弱いし、指っぱなんてここで今なんないんですよ、あんまり俺なんないからさ、そもそもはい、よくて、いいバッチンちょっとはできるよ。あっという間の30分、嬉しい。そう言ってもらえたら、ね、みんなわちゃわちゃ可愛かったね、本当に。そう、マー君のバスケシュート。確かに。ソセ君可愛かった、確かにね、本当に。彼らね、本当に、なんか怖いもの知らずって感じしますよ。うん。怖いもの知らずだなって思いますね、まだ。本当に。何も多分まだ怖くない。あの無敵な若さっすね、あれは。はい。いいパッチンちょっとけばじゃん。うんね。どっかで見れるかもしれないから。うん。グリーンの服着るの好き。あ、ありがとう。服。新宿と渋谷の大画面で CM 流れてましょう。すごい。タカトと、うん、必死だった。タカトもめっちゃ頑張ってたね。本当に。源氏部に、なんか源氏部をこう、よりこう頑張ってフューチャー。他のね、先輩方とかね。本当ハヤトとかもそうだけど、そのみんなね、こうやっぱグイグイじゃないけど自然とこうやっぱ入ってきちゃうから、どうにかねこうグッと割り込まないとね、いけないところでタカトがねしっかりねグッといってるから、いやすごいと思う本当にタカトね、面白いしね普通に。俺結構ね武藤潤好きだから、武藤潤のとにかくね、あの俺結構武藤潤あのね熱い感じのね踊り方もそうなんだけど、すごいね、前々からね、エビライのリハとか見てるときに、武藤潤のね、あんなのまっすぐなね、情熱を感じるね、踊り方がすっごいね、俺の中ではね、いい意味で印象がすごい、ずっとあって。そう。だから、しかもなんかめっちゃトレンディ俳優っぽい、なんかかっこいいし、なんか、なんだけど喋ったらなんか、抜けてるというか、なんかあの感じがなんかすごい。なんかね気になっちゃうんだよね、面白い武藤潤。そう、インスタ手指あしてたね、見たわそれ、ちょっとそう TikTok とかでもね流れてくるんだよね、本当エビダンの。そう、男感、男まさりなんだけどなんかちょっと抜けてんだよね本当に。そうなんかおかしいよね、なんかちょっと天然なのかな、なんか抜けてない、あ、はい、本当にあのか、つかめない感じが俺好きなんだよね。すごい。あ、なんか、なんかもっともっとちょっと本当は、いじりたいというか、スポット当てたいというか、なんかね、はい。個人的には思ってますけど、はい。見た、なんかそう、TikTok もめっちゃ見てるよ。そう。やっぱりこう、見とかないと、TikTok 見ないと、流行りがどんどんね、こう、変わってくからね。そう。だからちょっと、ちゃんと、TikTok 見ていろいろ自分の趣味思考もありますけど、そう、僕は天然じゃないです、本当に、ほんと天然じゃないんで、うん、ゆきゅう似てる似てる似てるわけじゃない、うん、口開くとフワフワしてるイメージ、そうだね確かに、はあ、エビダンほんま癖強いイケメン集団すぎる、嬉しいね、ほんと癖強いよって、もうほんとに手指できません一切。できそう。できそうじゃない？ごめんなんか、はい、なんかできそうでびっくりしちゃった今。手指っていうなんか手指ってあってんの？言い方。手筆か。手筆？ごめんわかんないよ。ごめん。なんでもいい。はい。シュン。これはこっちに置いといてた。はい、なんでこれこの笛手笛
わかんないなっていうのこれ。主婦へ。わかんないよ。ごめん。読めないんだよ、これ。やめてくれよ。はい。はい。もう、はい。次のお題。お題あるのか知らんけど。手笛か。これ手笛。ありがとう。手笛でコラボしたところでもう悪魔の時間にしかなんないから。ね、ほんとに。ね、誰が処理すんの、その空気をっていう。ありがとう、手笛って。ごめん。もう、むせちゃうから。はい。手笛って分かった。はい。ありがとう。みんな感じじゃなくて、ひらがなで教えてあげるの。優しい。ほんと優しい。ほんと。ごめん。なんかごめん。推しと推しのって、推しなんだ。すごい。被る、いるんだね。嬉しい。なんか、結城と武藤潤を推す世界線があるの。嬉しいな、それは。ね。意外とそことそこあるんだ、みたいなのあるよね。エビダンのそう好きな方々。の中でそこのファン超特急ならこの子だけど、例えばどこだろうな、スパドラとか、ワンエンならこの子みたいな意外なこう組み合わせがあったりする。だいたい似てくると思ったら意外と違ったりするよね。次の髪の毛の色は全く今あれしないです。はい、エビタン気づいたら推し増えちゃがちなんか。そうだね、ほんとね、気をつけてください、ほんとに。あ、ゆうきとジンと、あ、ありがとう。まあ、確かにね、俺とジンとはね、ちょっと似てるとこもまああるっちゃ。まあでも大地もわりかし似てるとこもあるかもしんない。でもね、趣味嗜好だったらね、十太郎とかの方がね、あの、ゲームの感じはあったりするし、かなとか思ったりするんですけど、わかんないけど。エビナ、本当にまあありがとう。りょうがくんとその瞬の掛け、あ、でもなんかわかるかも。りょうがとその瞬か。そのシーンもなんかちょっと変わってっかな、なんかあいつもね、つかめない感じあるからな、俊太も、うん、意外とでも、ハヤトはね、抹茶こう、先輩にも好かれるタイプの礼儀正しいし、あるけど、なんかでも意外と佐野に関しては意外とね、つかめないところもあるんだよな。なんかこう、ちょっとまあこう、なんて言うんだろうな、あのまんまなんだけど、多分きっとこう大地ってすっごいオープンだから、心開くかいうタイプだから、俺も心開くからすごい波長合うのよ。そうだけどね、なんかやっぱなんか隼人はまだね、掴めてないんだよな、しっかり性格というか。あ、カイト大地、おー、いいね。うん、たかしくんと桜しめじ、おー、いいね。ごめん。いや、ほんとに、桜しめじ面白いからね。ほんと、ガクが。特にね、ガク、あの、やっぱ、いいよね。二人のこう、全然こう違う。あの感じ、いいよね。ほんと、性格も真逆な感じ。やっぱ見てて、ほんとバランス取れてるなと思うけど。春とシュート、春とシュート推し、バディーズの。いいね、そういうここ、そこ組み合わるんだ。あー、でもなんか分かんなくもないな。りょうちん、あ、嬉しい。俺とりょうちんね。なんでポチポチ事件でりょうがの方にハマってんの。まあ、分かるわ、でもそれは。私、せいやの顔マージ。あー、いいよね。せいや、TikTok 始めてるよね。ね。合ってるよね。うん、見た気がする、俺。ありがとう。ハロハロ推し。いいね。超特急内でもね、両方くふみのり、ふみのりもね、確かに。やめなさい。あ、高志直也っていうパターンあるんだ。草川兄弟じゃなくてね。面白い。あ、謙信と前のね、高志、レイくん、あ、レイもね、めちゃくちゃ、レイもめちゃくちゃ前のさ、レイもめちゃくちゃ本当俺好きなんだよね、礼儀正しくて。もうやっぱ前はみんな礼儀正しいイメージあるんだけど、なんかレイのあの喋り方が好きなんだよね。なんて言うんだろうね、すげえいいやつなんだろう感があるんだよね。で、そう、ハルとタカティ、いいね。アロハとタカティじゃなくてハルとタカティっていうのまたいいね。タカシとモーリー、意外、なんかタカシとモーリーは意外かも、かなりちょっと意外だな、それは。はるくんとふみやくん同い年だから。あー、そういうことね。まあ確かに。ふみやそうだね。かわいいよね、ほんと。あそこ同い年見えないんだよな。
兄弟タクヤエイク、タクヤエイクもなんかほんと意外だな。タクヤエイクもあるんだ。へえ、なんかほんとこういう意外な、あ、工作と俊太ね、はい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 、源氏部とミルクっすね、はい、とかね。なんか本当に面白い。こうやって要ね、いいよね要、わかるよ要。春も意外といい声してるからね。低い声、春結構いい声なの本当に。なんかもっと磨きかけたら普通に声優さんになれそうなぐらい、声優さんって言ったらおこがましいかもしれない、ナレーションでもなんかわかんないけど、その声の仕事ができるぐらいめちゃくちゃね、春もいい声してるんですよ、両方と並ぶ。そう、あっという間だね、もう30分経っちゃったねえ、こんな話してたらもっとね前の方だったらね、こう本当は自分が誕生日になりましたインスタライブだったんだけど、ちょっと経ってるのもあったり、年末のライブのね、あ、ごめん蹴っちゃった、年末のライブの振り返りをしようとも、もう結構経ってるから、もうちょっとね落ち着いてきたでしょ熱も、だからちょっとねこう違ったりするから、なんとも言えないね。ただただこうながら配信というか、喋りながら配信になっちゃったけどね。ね変顔も確かに春やばいからね。そう、ありがとう本当に。この後あのキラリの方で配信したいなと思ってるんですけど、あのファンクラブみたいな、個人ファンクラブサイトみたいなのがあるんですけど、それぞれエビダン結構みんなあるんですけど、で僕もあるので、それでちょっとキラリの方で配信させていただこうかなと思ってます。なんか TikTok もね、なんか配信してみたいなと思うんだけど、みたいな、まあちょっと機会あったらやります。バレピちゃんたちまで、なんでスクショタイム、あ、はい、何がいい出てこない、あ、これスクショタイムしながらなんだけど、あの本当にあの年末年始僕体調不良で倒れてねえんで、ごめん、あの寝込んでたわけで、寝込んでたからすっごい呪術廻戦の漫画がはかどりまして、あの本当全巻というか、はい、読みました。もう本当にやばかった。後半の方ちょっと話難しすぎて自分の中では処理しきれないとこはあったんですけど、すごい戦いの描写とかいろいろね、はい、事故ないで、これほら愛しいな、もう元気だから、はい、もう元気だから安心してくれたまえ。逆にみんな気をつけて、本当に今風邪めっちゃ流行ってるから、風邪、コロナ、インフルエンザ、本当に、あと胃腸炎的なやつもね流行ってるから、本当みんな気をつけてください。本当元気が一番。そしてね、多分これ見てくれてる中でもこういろいろこう僕、あ、まあいっか、ごめん大丈夫なんか元気を与えられるように頑張りたいなと思うのでね、本当に、はい、雪メロは、はい、雪メロは雪メロということ、うん、僕もちょっと体調気をつけます、ちゃんとね、本当になんか少しでもね元気になってくれたら嬉しいなと思いながらも、誕生日お祝いしてくれてありがとうございました、はい、ね、ほんとまた配信する時だったり、なんかここぞっていう時に言ってくれたら、僕もここぞっていう感じで配信しようと思うので、はい、ツアーの到着もぜひともみんなあの当選することを願ってますね。みんなも大事に、本当にご自愛ください、お体に、はい、ということで。